今日で熱海の土石流被害から1週間、いまだ20人が行方不明となっていて、現場では懸命な捜索活動が続いています。土石流発生から1週間、強い日差しが降り注ぐ中、今日も懸命な捜索活動が続けられています。発災から8日目を迎え、捜索が続く熱海市では、今日気温が32度を超え、今年一番の暑さとなりました。大変長い1週間だったと思っています。9名の方が残念ながらお亡くなりになったことにつきましては、本当に残念であり、心からご冥福をお祈りしたいと思いますし、1週間を振り返り、今の心中を明かした熱海市の斉藤栄市長。これまでに確認された土石流による死者は9人で、行方不明者は20人となっています。また、避難生活の早期解消に向け、川勝知事がこの地区の県営住宅を視察しました。建て付けや部屋の状態を見て回り、即入居ができる部屋が11部屋あることを確認しました。早ければ来週以降に入居できるということです。すぐ住めますね。はい、こちらについては即入居かということで、だいたい家賃が2万円弱、はい、2万円、1万5000円から3万円ぐらい、3万円ぐらい、はい、県は県営住宅や市営住宅、民間の賃貸住宅などを103戸確保していて、さらに数を増やしたいとしています。